思い出の失格は全日本選抜の準決勝で東北の3番ついてて、後ろから君が咲きまくりして僕の車輪に突っ込んじゃったんだよね。上を吉岡君が振ってきてたんで、吉岡さんはどうなったんですか？頭まで行ってんじゃないかな、外伸びて。僕は東北の先手ラインで3番って回してもらったんで、もう一回粘ったんだけど、なんとかしのいで、重中もいっぱいついてて、これじゃあもうしっかりも止まっちゃうなーって思いながら、それでの失格なの。東北先行って誰だったんですか？先行ですか、多分金子雅人さんと岡部さんの後ろ。確かそう、最終的には3コーナー付近は3番手だったね。後ろから吉岡君もまくってくるんで、前も波打ったんだね、金子君、岡部君と僕とね。でそこに咲きまくりしてきて、行き場がなくなっちゃってる君が僕の後ろに突っ込ん で失格は僕になっちゃったと。3-3失格だね。まあその代わりにじゃあ今の俺じゃねえのっていう失格がセーフになってることもあるんで、いや今の俺取られても文句言えないっていうのをこう転んで医務室で落車した相手とかっているんだけど、放送がかかるんですよね。ああ俺じゃなかったと思って、心の中じゃまあ悪いなっていうのもありますけど、まだ初日失格しても走れるような時代もあったんで、そういう時ってあえて失格するぐらいやって見せとくっていう。いやその時代は狂った人がいったかもしれない。狂ったところを見せるっていう人もいたのかもしれないんだけど、ぶっ壊れちゃうからね、体がね。失格はしたくないですよね。やっぱり力だったり技で勝ちたいっていうのはあるし、ドブ板までとかね、ペダル角までとかね、金網までなんていうね、そんなレースしちゃいかんと思いますけど。確かに松本さんの競りはそういう競りじゃなかったんですよ。いやもうルールもあるし、限度知らないと怒っちゃうし、みんなに迷惑かかっちゃうから、まだ勝負つかないからもう一回決めなきゃって言った時に、相手がもう無理だったりとか、あるいは自分が無理だったりする時にスパンと落ちるから、でもやめるにやめられない、なんとか体勢を整えるというしかないよね。あとは肘、全力で漕いでる時に全力で握ってる人もいれば、全力で漕いでるんだけど、はい、軽く握ってる人もいるんですよね、はい、こういうの持ってて、例えば子供にバーってやってもこぼれる時あるじゃん。で力が強いのにこんな力でも簡単に触れちゃうんだなっていう。ハンドルを持ってても本当ちょうどぶつかっただけでハンドルがぶれたりとか、前輪が少し浮いちゃうとか、そういったことで前輪が浮いてスリップしちゃう時もあるし、本当に間の悪い時の失格ってあるんですよ。でもこう落ち方が派手だと派手にぶつかって転ばしたみたいな、あれですよね、印象がすごい悪いやつですよ。そういうのもあるの。ほんのちょっとじゃんって。でももう失速してる人っていうのは転びやすいよね。強く踏み込んでる人っていうのは当たっても転ばないんだけど、まくり不発で失速してるような人にちょっとこうやってやっただけで、自分ももう抜きに行っただけなのに当たっちゃって転んじゃったとかね、こう漕いでるうちに肘じゃなくて自分の膝とかお尻とかこの辺が膝、肘やハンドルに当たって抜きに行った時にね、いや僕は抜きに、間の悪いで抜きに行った時に前が振りやがったよね、パンパンってきてバーンって当たって外に弾き飛んじゃって、で大量落車なんかだと誰か犯人見つけなきゃみたいなのもあったりして、そこをもうどういうコースで抜きに行くかって考えてるからね。失速してる人をダメ出ししても、はい、こいつじゃ抜かれないと思うから、はい、そんなにはね強く当たる必要もないし、クリアしたいんだろうけど、そこがこう動いてるからね、難しいですね。